キム・ソヒョン、初単独バラエティ番組、20歳は初めてなので、写真を公開、リアルな姿に高まる期待写真イコールリフ。E タイム女優キム・ソヒョンのリアルな姿が、デビュー10年目で初めてバラエティ番組を通じて公開される。20歳は初めてなので、は、タレントとして、世界的なスターとして、デビュー10年目の俳優として、そして今まさに20歳になったばかりの女性として、自身のアイデンティティを探していくキム・ソヒョンのときめきに満ちた旅行記を収めた番組だ。19日に公開された写真には、ファッショングラビアを連想させるキム・ソヒョンの姿が写っている。そして、キム・ソヒョンと共にポーズをとっているアメリカ現地の様々なインフルエンサーとの出会いが、放送でどのように書かれるのかが推測できる。キム・ソヒョンは、20歳は初めてなので、の撮影中、アメリカ現地で SNS ライブ放送を行い、現場で撮影した写真をアップするなどファンたちと積極的にコミュニケーションを取り話題になった。キム・ソヒョンは、世間で最も人気のある子犬として有名なジフにあった認証ショットを個人 SNS に掲載したり、世界的なファッションインフルエンサーであるア・ミーソング、エイミーソングとの出会いやスタイリングの時間を SNS ライブ放送で公開し、彼女の初バラエティ番組に対するファンたちの期待を高めた。アメリカ西部現地でオールロケの撮影を終えたライフタイムの新バラエティ番組、20歳は初めてなのでキム・ソヒョンの養老一人カリフォルニアは28日にリフ。E タイムの YouTube、Facebook、ネバーテレビなどデジタルプラットフォームを通じて先行公開され、10月中に韓国のテレビチャンネルでも放送される。